こんにちは、しげしげです。ラス降臨を転生芝でやっていきたいと思います。はい、まずバトル1ですね。爆弾1個作ってきますので、ウルドの陣使っていきます。で、その後に転生芝を使って防御力を激減にしてあげます。そうすると、まあ、4つ消しを含めて7コンボぐらいですね、してあげると、この右のリットが抜けますので、こんな感じで突破していきます。はい、 OK ですね。で、バトル2、バインドとあと盤面がぐちゃぐちゃにされてしまいますので、とりあえず一旦適当にやり過ごします。はい、で4つあるので組んでいきましょう。で、このダンジョン道中、ドラゴンタイプのモンスターが割と多く出てきますので、まあ、椿編成してあげると楽になるんじゃないかなと思います。はい、この子もねドラゴンタイプなので、はい、封印耐性 100% にしておきましょう。で、ここもキラーが乗っかるので、まあ、こんな感じで、はい、ここは属性的にね有利ですので、まあコンボを組んであげれば問題なく倒せるかと思います。はい、バトル5ですね。ここをしっかり回復をしながら突破してください。この次先制攻撃で1万8000ぐらいかな飛んできますので、必ず回復をしながら突破するようにしましょう。まあ、ターン数に余裕ありますので、はい、回復を忘れずにしましょう。はい、ここで5ターンバインド飛んできます。ロゼールにねグングニール継承しておりますので回復してあげます。で、 80% 減なので、とりあえず1ターン目適当に攻撃を与えます。で、ここで倒しに行きます。はい、ちょっと水つながっちゃったんですけど、まあ問題ないですね。ここはアンタレスの神キラーが刺さりますね。はい、ということでボスバトルです。まあ、ここでリーダーチェンジ来るんですけど、ロゼール以外だったらどうにでもなるかなと思います。椿はね、強化ドロップ5個消しを含めて非光で攻撃すれば倍率出ますので、まあそうですね、色を決めながらコンボしてあげれば問題なく倒せるんじゃないかなと思います。はい、落ち込む乗ったのでこれで倒せましたかね。一応サブにリーダー格のモンスターを入れておくと楽になります。はい、ということでご視聴ありがとうございました。